皆さんこんにちは、斉藤林業社長の斉藤秀樹です。今日はですね、木柵駅の無料スタンドが群馬県4カ所あるんですが、そのうちの1カ所になります沼田第二工場噴煙乾燥炉の隣にある無料スタンドをご案内させていただきたいと思います。こんな1000リッターのオレンジのタンクです。蛇口がついてます。どなたさんでもできるように外に抜いてるんですね。これを入れてみたいと思います。一般の方はだいたい2リッター3リッターのペットボトルをお持ちするんですが、今日は 500cc のペットボトルを入れたいと思います。こんな感じですね。はい、まず1本目もう1本入れます。中には20リッターとか、地元の農家さんはですね500リッターぐらいの大きな消毒用タンクでいただきに来てくれてます。ブルーベリーが非常に酸性土壌を好むということで、ブルーベリーに使うんだそうです。なんかモグラよけにもいいとかってお話してました。ぜひ無料ですのでご利用なさっていただきたいし、実は当社の木柵液は年間12から15万リッターの木柵液が抽出されます。つまり大型タンクローリーで12台から15台出るんですね。したがってそんな気を使わずにどん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 持ってっていただきたいと思います。こんな色をしてます。非常に薄い木柵液です。ヒノキと杉の成分が入ってますから土壌改良には最適ですね。皆さんのいろいろ使うアイデアを募集してますし、またいろいろな使い方とか、私どもから出る、燃焼灰であったり炭であったり、いろんな皆さんに使い方をこれからもお伝えしたいと思います。それではまた動画でお会いしましょう。さようなら。